タイライオニアはタイの格安航空会社である。ボーイング737から800インドネシアのライオンエアとの合弁により設立され、2013年12月4日にバンコクチェンマイ間に就航した。2018年11月2日、日本の国土交通省より外国人国際航空運送事業の経営許可を受け、同年12月7日に東京、 成田に就航した。2019年2月15日に、福岡、3月8日に、名古屋、中部、3月28日に、大阪、関西に就航した。エアバス A330 から32019年1月14日までの予約では、預けて荷物は国内線で1 0ラムまで、国際線で2 0ラムまで無料であった。 2019年1月15日以降の予約では、預け手荷物が有料化された。2020年まで使われていたエアバス A330 から300型機では、プレミアムエコノミー席があり、優先チェックイン、優先登場、機内職無料、手荷物優先受け取りなどのサービスが受けられた。エコノミー席でも、各座席にモニターが設置され、映画、ビデオなどが楽しめた。 ありがとうございます。